どうもこんにちは、マスイ塾のマスイです。さあ、今日やっていくテーマはこちらということで、桂離宮ということになります。はい、桂離宮ということになるわけなんですけども、桂離宮、あ、ごめんなさい、すき家作り、囲まれました。すき家作り、くそ、もうちょっと疲れてきたな。はい、まあ、これちょっと大量に撮ってる最中なんで、申し訳ないんですけど、はい、すき家作りということになります。で、このすき家作りって何かというと、まあ、要するに茶室、3LDK プラス茶室みたいな感じですね。まあ、現代の家にも近いような感じのところがあるんですけど、まあ、現代、まあ、みすぼらしい家ですね。はい、みすぼらしい家の感じになっているのが、まあ、この桂離宮ということになります。よろしいでしょうか。はい、というわけで、桂離宮、すき家作りの桂離宮、まあ、江戸文化の初期の、建築ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。